突然ですが松本さんは辛いことがあると白馬に乗って草原を駆け回るというのです。まあそんなわけないから次行ったらいいじゃないですか。なんでバレてんのか。いやまあそう来ると思ってばますから。馬持ってはるの。あのね、持ってるっていうかね、僕は動物を愛してますし、例えば馬を飼ってるっていうようなことはしないですよ。だから自分のもんじゃないってことね。もちろん。はいはいはい。なるほど、なるほど。ただ、はい、僕が例えば辛い、悲しいことに出会った時、うん、馬は来ますよ。いやあなたの元へですか。来ます。というか動物たちが集まってきますよね。まず僕がへこんだ時に。ってなった時にはもうすでにここに鳥が止まってる。僕のその微生物を食べてますよねここで。お前気持ち悪いじゃん。お前の方がやばいよ。僕の藤壺をつついたりしてますよ、ね、来たななんか。動物たちが集まってきますから。おうおう、どうしたの、うん、っていうことですよ。王子誰が王子に涙は似合わないよと言って、はい、動物各界の動物たち各界いろんな動物たちが集まってきますよ。君でも前そんなこと言うてないやん。なんかピーとか言うたら来るとか言えへんかったのかな。鳥類でしょ、うん、哺乳類は悲しい時に集まってきます。魚類は俺が怒った時に。なんで怒ったら魚類がやってんの。もうやばい。今のはやばない。それはお前自身がやばかった。相撲を見て座布団を投げるのはどうしてですか。だから興奮してるんですよ。違います。それでは答えにならないです。違いますか、うんうん、なんでなんでしょう。まあ座ってられるかいっていうことなんでしょうね。うん、これはでも当たってるな。俺とフグは当たるよ。いややかましい。当たったらいかんがな。今のは良かったよ。あのね、うん、だから良、うん、かった悪かったは、うん、芸者の時に言う言葉。いやね、じゃあね、いつもええしいつも綺麗。そんなことないがな。その前の話かってないんや。分からんまに終わってるやないかい。いやいや、みんなすごいな。怒ったら魚類がやってくるって。そんなもんお前誰も信用せえへん。もう気分悪いわ。何が気分悪い。入れ墨見せるわ。いらんわ。なんで入れ墨見せなほんと。気分悪いからよ。え、あのね、はい、怒りっていうのはすごくパワーになるわけですよ。ああ、一つのパワーになる、はいはいはい、そしてそういうものには生き物というのはすごく敏感なんです、うん。何か災害があるとき、うん、動物が騒ぎ出したりします。はい、ね、うん、それと同じことなんだ、うん。俺が怒るということは、うん、アースが、アースがおかしいんだ。地球がおかしいわけ。地球じゃない、アース。でもちょっと待って、あんたさっきみんなって言ったからね。そんなん言うてない。俺だけやない。みんな怒ったら魚類はやってくる言うたからね。そうや。ほなお前だけの話はあれ。もうええねん、お前もうおかしいわ。いやちょっと待って、お前つじつまおてへんし、もうおかしなってきてるもん。いやおかしいよ、お前じゃないか。もう皮膚感がおかしい。いや何がやねん。もう老けてきてるもん。ウミガメはなぜ産卵の時泣くのでしょうか。涙流してますね。はいはい。痛いんでしょうな。痛いから泣くの。感動してるんでしょうな。あー、自分が今子供を産んでることに。出してる出してる。ただほらあの行さん産んでももうほんま何匹かじゃないですか。はいはいはい。わし今卵産んでるけどボロボロボロ。まあ分かるような気はしますけど。でしょう。それでは答えになって。いやなんでですか。いや違うってことですか。あなたね、悲しい時しか泣かないと思ってるんじゃないですか。いやそんなことないですよ。その感動した時も泣くでしょ。感動した時、うん、じゃあ泣く要素を考えましょう、うん。悲しい時、はい、辛い時、はい、
へこんだ時、はい、それから思わぬように思うようにいかなかった時、はい、それからもうすごく落ち込んでいく。全部一緒やねん。いいですか。はい、いろんな涙があるわけ。ああ、そりゃそうでしょう。そしてあなたはこの涙は感動した涙やとおっしゃるわけですか。悲しみの涙。いや、その先を読んでの悲しみ、うん、感動、それどっちも入ってますよ。でも違うとおっしゃるんでしょ。違うということですよね。そうなんですか。はい、ほらどういう涙なんでしょう。この涙は、はい、あのね、これはね、ちょっと時間を思った方が本当はあの。なんかちょっとね、メスシリンダーとかね、実験用具がいるんですけどね。いや、なんで泣いてるかって、なんで泣いてるかっていうことを答えるのに、なんでメスシリンダーとか言うわけ。まあいいです、そんななしで話しましょう。どうやねんお前は。私の意見は言うたやねんか。それが違う言うたやねんか今。あーは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 ー、そうですよ、もちろん、うんうん、だから何なんですかっつって。何なんですか。いや、何がですか。お前は何なんですか。何が何やねんな。何がいいな。何がいいな。お前は言うてることが分からんっつってんか。分からん。だから教えてくださいって言って。ああ、はいはい、うん、ああ、まあね、別に感動して泣いてるわけじゃない、ね、悲しくて泣いてるわけでもないわけ。そう、うん、そうですよ、うん、もちろん。いや、なぜ泣いてるんですか、ね、はいはいはい、うん、これはね、もちろんいろんな意見説があるんですよ、うん、今一番正しいと思われている説はそうではないですね。あ、そうですか。はい、どういうことなんですか。あのね、まず親父、あなたはこのウミガメをメスだと思ってるでしょ。いや、産卵の時泣くのでしょうかっていう。実はね、これ最近分かったことなんですけど、おっさんなの。あなたほら、あなた男ですよね。子供産むわけないじゃないですか、はい、それが急に妊娠して、うん、産まなあかんようになったら、はい、泣きそうなんでしょ。泣きそうになるって言うよ。まあ泣きますから。でしょ。そういうことなんです。ああ、なんちゃんやった。うわ、まあ掃除せへんやろ。掃除せえへん。掃除って何のですか。家の。いや、自分の部屋ぐらいしますよ。綺麗好きじゃないのお前。綺麗好きですよ。それが違う。あ、引っかかった。何が引っかかったか。分かれへん。いいですか、うん、本当に綺麗好きなやつは掃除しないんです。汚れるのが嫌だから。あ、はいはい、言うてください。分かります、うん、ここをね、みんな間違ってるんですよ、うん、あんた魚好きとか言うでしょ。俺魚好きね。まあ俺魚好き、うん、まあ魚、焼いた魚だったら何枚でも飯食えるとか言うでしょ。ほんまに魚が好きなら食べれないんですよ。それはお前、そんなこと言うとったら何にも食われへんやんけ。おお、テンション上げてきたな。くっそー。そしたらお前、二人でやらんとしゃあないやろ。久しぶりに私モノマネやりましょうか。あ、いいですよ。あ、これはだから気に入ってるあれですか。豊川悦司ですか。これできるの日本でまだ僕一人ですよ。この間から気に入ってやってるけど、客ノーリアクションやったもん。豊川悦司やりましょう、はい、それが山田さんちやったら手紙は届けへんねや。固定。これはもうめちゃめちゃ似てますよ。あ、そうですか。これもうすごいですよ、ま、これできんのも多分日本にまだ僕一人ですから。はいはい。
山田さんちんやったら手紙は届けへんねん。ホテイ。結構休みあったやろ。僕ね、ほれほれ、何もやることないでしょ。何しようかな思ってね、しゃあなしに、どこ行ったかな、どこ行ったんですよ、たまに遊びに、そう全然おもんないと、あそこほんで、お化け屋敷みたいなやつ、またこれが全然おもんないんですよ、500円取るんよ。ねえ、やん、大体そんなもんやろ。いや、敷地なんてね、この舞台ぐらいしかないのよ。あ、そう。いや、もうカタン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 って、なんか乗んねん。乗ってね。乗ってん。カタン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 、次何出んねやろう思ったら、もう最初おったおっさんおんねん。はい、どうもありがとう。それが一番怖かったわ。違う意味でな。何やあれ。普通のジェットコースター乗らないじゃないですか。だから。そう、これな。何やねん。何パーティー行かなあかんのか。なんか乗らなあかんな思ったやん。違うねん、俺はな、なんお、ほんなら言わしてもらうわ。うそんな言うんやったら言わしてもらうわ。テンション上げてきたな。俺がなんでジェットコースターに乗れへんかったか。なんか原因があって乗るのやめたんや。そう、もう昔はもうジェットコースター、もうあんたはジェットコースターしか言わんのかって親に言われてるじゃないですか。アホやからな、たまに。ええ、なんでや、何が原因で乗れへんの。もうジェットコースター。なんでやな。ジェットコースターやったんやね、僕がもうジェットコースターやったからね。もうええから、なんでや。何が原因や。これからボケようとする戦士に。もうええから。原因をはよ言え言ってんねん。原因、そう、原因あるんですよ。お前だ、お前出す。大ちゃんか、お前。お前出す。ほんまお前出す、なんか言うてまんねん。言うたやないか。無理やり笑いそうで言うてまんねん。人は今だみたいに言うな。阪神パーク行ったことございますか。甲子園球場の横にある。横にあるんです。ジェットスター2っていうのがあります。ありましたよ。それ二人で乗ったんです。二人でこう前と後ろに こういう感じでね。いやー言って、俺は別に怖ないよ。こいつはもうアホみたいな怖がりやから、うわー言ってプッシャーってついて。俺の背中にタンベッ。あれからですよ、ほんま全然怖ないね。お前あかんやろ、ああいうの。あかん。行きましょう。イコマ。誰がお前とイコマ遊園行かな。遊園とは言うてない。イコマ、いや、イコマちゃんは。気持ち悪い。お前が死ね。吐くな、つば。何？行こうや、だから。嫌です。いや、どうでもいいよ。そう、聞いた。寿司食うなよ。違うね。寿司食うな。聞けよ。何やねん。遊園地行くのは全然かめへんし、行きたいとも思ってる。行こうとも思ってる。行きましょう。お前と行くんが嫌や。いや違うねん。俺別にだから近くにおるわけちゃうやないか。みんなスタッフ連れてみんなで。どこ行くねん、ほんなら。バンジージャンプできるとこあるやんけ。そんなとこ行ってどうすんねん。ちょっと待って。2人を一緒にやったのに、殴られる方と殴られる方存在しているのはなぜなの。そんなんどうでもいい。あんなんも怖いよ。お前怖ないんか。怖ないよ。もう言うてる。じゃあね、お前とおいらの怖いのは違うねん。俺の怖いのとはね。お前バンジーは何が怖いの。何がバンジーの怖いのは何やねん。突き詰めていったら。何が怖いの。何が怖いって。どこが怖いの。いや、まず高いでしょ。高い。ほんで落ちた時切れるかもわからんっていう恐怖心あるじゃないですか。僕はそれはないんです。僕は下のなんか
なんていうのかな、なんかマットみたいなのあるでしょ、あの遊園地のとこね、あのでっかい、あれが怖いんですよ、あのふかふか感がもうたまらんわ。だからできないんですよ。いやいや、どんな取ったらしまいやん、そんなどかしたら。ああ、まあ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 ね、うん、いや、なんでやなんで、はい、ちょっと休憩しようかな、うん、タレントっていうのはあんまりプライベートを見せん方がいいですよね、あんまりね、はい、そらけ出すとほら、うん、謎があるぐらいの方がいいじゃないですか、はいはい、ね、あんた言い過ぎやけどね。いや、僕謎だらけじゃないですか。だって俺テレビ出てる時だけですよ、こういう格好すんの。どの格好？基本的には僕は着物ですよ。でまあ車乗りますけどね。着物着てんのはいつやねん。だから何やこれ、着物着てる時いつやってんの。着物着てる時はいつやねん。なんで着てんのこれ。だから休みの日に着物着てる言うてんねん俺は。はい、嘘。はい、お前になんでわかんねん俺が着物着てへんかどうか。着てないもん、着てない。お前、気持ち悪いな。な、いや、どないしたい。いや、わからん。人間ってね、ムカつきません。爪切っても、うん、どうせまた切らなあかんの分かってるじゃないですか。はいはい、まあ伸びてきますからね。せやろ、うん、それがムカつけへん。もうこれっきりにしたいとか思えへん。指はええわ、手の、うん、足は嫌やな。足はもう一回切ったら一生してくれんと。小指とかになったらなんか姿勢がこんなんなれへん、なんか切るときな、うんうん、それだから足の指だけはもうなんか一生で一回切りでええわ。足の指は別にええわ。なんでやん。手の指のことを今言うてんねん。いや俺は足やん。あと俺はうんこがってよ、もう最後にしてほしない。もう一回もう1時間で1時間やり放題でもええわ。その代わりもうこれで最後に。俺絶対や、1時間やり放題なんか。1時間ずっとパパ出てんの。そうやそうや、ブレ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 。そうやそうや、それはええわ。でもなんか我慢するので気持ちええ時もあるやん。なんかギリギリまで我慢してガー入ってブリッてやんのもまた。ああそれあかん、それあかんって、それ絶対あかんって。俺それで何回も失敗してんねん。お前ええ大人が失敗しなよ。失敗してるよ。もうあれやんか、もうあのあ何やの、あのエレベーターでもマンションでもバーもう帰ってきて、それまで全然大丈夫やったくせに、エレベーター乗り出したくらいからゴッツンゴッツンとしたなるやんか。ほんでもううわー焦るやんか。ほんでもうたまらんねん。でもう何あれ、スーパーマンみたいな状態になる。もう走りながらうわいいねなあ。ほんでもうふわ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 わわわわわわんって行くでしょ。何やったら飛べるもん。飛べるもん。でそのままスルーンってズボンずれて目指す便器のここに来た時にプリッて出てもらえるからいいんですよ。ほんまに。いやほんま、それはお前失格や。両親のエッチを見てしまった時どういうリアクションをすればお互いに気まずくならずに済みますか。あんたどういうリアクション取ったんですか。もうね、これねもうほんま正直なやつ。この世の終わりですよ。でね、これね、テレビをご覧になってるね、まあ小学生ぐらいのお子さんがいる方は、もう絶対にね、あれは見せてはいけない。いや、それはもう体勢にもよるやんか。あんたが見た体勢はどうやったの。一回だけじゃない。あ、ほんな見るたんび体位が違うわけ。そう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 。ほら、バラエティーに。うん、こんなんやってる時見たら嫌やろな。おかん抱えてこんなんやってる時もうなもういけいけほーれほーれほーれ。親父も乗らなしゃあないやろ。もっとひとし声出してはい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 、変わってもういや、もうそこまで行ったらもうそうですよ。ほら、もうなん
回か言うてると思いますけど、笛忘れて取りに帰ったら、おったやってたんや。そうですよ、怖かっただよ、もう笛忘れてる思えへんがね、うん、もう自分は笛吹いてたんやろね、自分は笛吹いてたからね。あ、ちょっと待って、訴える、なんお前を訴える、なんでやねん、なんでやねん、セクハラや。俺はお前何をしてないよな。ファミリーハラスメントや。家族的嫌がらせ。お前もいつもって言うてたから。ここの東西、英語で褒め合ってください。うん。キュートとかビューティフルとか。うん。ちなみにこれはもうなしです。うん。はい。褒めて。スイート。デリシャス。ちょっと待って、え、デリシャス。まあギリギリですかね。あ、ギリギリなんや、よかった。ジューシージューシーな。パンプキン。お前な、どういう意味やん。それどう、それなんか良さそうに聞こえへん。あ、そんなんでもいいんですか。いや、もう、そんなはっきりよ、じゃあそんな業者の単語知りませんもん。味噌スープ。これは全然あかん。なんで、なんや、味噌スープ。それはあかんやん。ソイソース。いや、だから醤油かい。違うなの、醤油顔ってことやないか。あ、くそ、うまいぞ。いや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 、何を言ってんねん。そんなんでええんかい。いいんですよ、はい、私の価値500ポンドポンド言うとんの、ポンド言うとんの。500ポイントこう2人合わせてダウンタウンなんですけどもね、たまにほらこう偏ったバカなやつがいるじゃないですか、うん、もう今この前でもお前なんで自分を応援してくれへんやつはみんな敵やねん。なんでそんなやらしいやつだって違うやんけよ。どう考えたって見た時に俺の方が男前やし俺の方がかっこいいに決まってるやん。当たり前のことじゃないですか。何、え、君を声援するの。いやいや、そう、腹減った腹減った言うてんのに、こっちにお前ビーフシチューがあってもずくに走っていくやつおれへん。ちょっと待って、もずくに走ってんの。待て、アホですわ。待てお前ビーフシチューで俺もずく。腹減った3日間食ってへん言うてんのにもずくつるつるってんのと同じことですからね、こんなもんは。そういうのはね、そうですか、おかしいですよ。ごめんなさい、もっとまっちゃん言うたってください、すいません。そんなんで言われたかなんか。いやいや、ほんまおかしいですよ。そりゃあんたの方が当番やな思ってるかもしれんけど、全然あの福山とかあの辺の木村拓哉のファンは松本出てきたらぶっ最後やなお前って、そりゃ思ってますよ。そりゃもう人好き好きですから。あのね、いや、そのダウンタウンというものを、はいはいはい、僕こう考えた時にね、はいはいはい、その男のファンももちろん必要やし、はいはいはい、女のファンももちろん必要なんですよね。そりゃそうですよ。けれどもね、はい、その女のファンを引きつけてるのはもちろんこれ僕であって、ね、お前に女のファンなんていないわけですよ。魅力ないじゃないですか。ね、ちょっと待ってくださいよ。例えば男の条件って何でしょう。はい、例えばそう清潔感みたいなところもございますよね。はい、何なんでしょう、このツルツルとしたこの。どこがやねん、サメ肌やないか。いや、サメ肌やない、サメ肌やないけど、嫁はんも子供もおってもズルズルじゃないですか。ズルズルちゃうよ。なんかもう何や、嫁のところ持ったらズルズルなんかね、僕のようなそのチェリーボーイがね、あおかどすぐるじゃあかどうでもいいですわ。あ、もうどうでもいいですけどね。はぁ、なんでしょう。
瞑想に入りましたね。まあまあまあゆっくり行きましょうよね。ただまあ今日は間違いないですけどね、もうパッパッパッと早めにね、あれしないと、あのね、あれですよ、あなたたちはたまのことですからいいですけど、あの僕らこう出てくるでしょ、だからあの正直ね、こんだけの人間が一つにまとまってるわけです。これもね、ちょっと失礼かもわからないですけどね、臭いんですよね。まあそれは言うたらいかんでちゃうかな。君たちが刺激臭なんですよ。言うなもん。だから僕たちに体にやっぱ負担かかってるわけですよ。これ刺さるからね。仕方ございませんけどね。何でしょう最近は。何、君は何、なんか新しいお姉ちゃんでもできたわけ。これね、めちゃめちゃモテるじゃないですか。いや、しかしすごいな。うん、まあね、その大変ですよね、その振り切ることがね。はい、うん、そりゃそうでしょうね。もうほんまに逃げてはるんですか、ね、もう逃げてますよ。もう道歩いたらもう結婚してって言われて、道歩いたらもうパッて見たらもうもう目が合うたらもう失神しそう。こっち青やね、こっち青や、もうすごいですから。そうです、おひねり飛んでくるからね、見ちゃう。おひねりがすごいよ。もう中開けたら俺はもうクッキーやないや、なんやおかしかよ。うずかねえやろ。いや、この間ね、あの、うん、なんかきっかけつかもう思ってね、うん、私もそんなに言うたってもうぼちぼち結婚しないといけないじゃないですか。ベルファーレに行ってきました。思てへんってそんな。はいはいはい、はい、もう どうでした。うん、なんかね、もっと俺もすごいことになってんのかな思ったけど、そんなには盛り上がってなかったですけどね。あ、そうなんや。ええ、うん、あのね、何、当然のようにビップ入ってこうやってたわけ。はい、松本ってやってた。まあこうはしてないですけど、まあまあある程度ね、僕もそれはかなりときめいてますからね。何を言ってんねん。何や、かなりときめいてるって。まあまあまあね、うん、何言うな、両サイドに来たわけ、お姉ちゃん来たわけ、こうしてたら、まあ呼びますよね。俺はほんまいらねんで、そんなんは。そんなんいらんけど、スタッフが勝手に気ぃつこうて、まっちゃん来てるからって言って横に座らすんですよ。ああ、なるほど、はい、別に僕横に来られても何も喋ることないですから、ほんとウブですから、もう震え止まらない。震え止まれへんやつは帰りには連れて帰んねん。うん、まあそれはしゃあないから。もうなんとかせなあかんなとは思ってるんですけどね。しょうがないですよね。なんとかせなあかんって意味が分からへんな。なんとかせなあかんっていうのは、あ、ぼちぼちね、ちゃんとした彼女も作ってね、ちゃんとやらなあかんなって言って。なんで半笑いやねん。違うねん、こいつらなんかムカつくねん。なんで半笑いやねん。なんか嘘つくなみたいな、この態度がな。俺は嘘つけへんよねん。それが山田さんちやったら違う。半笑いやからわかんねえな。半笑いなんかない。半笑いなんかないじゃなし、半笑いやったり。違う違う違う、僕ほんまに、僕ほんわてほんまに。何年間も最初からわてていけよね。あなたの生活を見てて私も羨ましく思っております。嘘つけよ。素敵な家庭見たことないね。ね、幸せそうなあなたたちを見て僕は本当に思っております。僕も早くあんな家庭が持ちたいな、うん、理想の家庭と。ね、あ、そうでか、大邸宅やかましょ。すごいお家に住んで、いやいや、何を言うとんの、コーンっていうね。ないないない、そんなんない。おいとか言う、コーンとか言うでしょ。おいおっちゃって言うて、コーンって。それジジイやろ。そんな家にね、僕も憧れるなと思ってるんですよ、本当に。あ、どうなんでしょう、一つや二つのなんかこう難点はもう無視しないといけないんですかね、やっぱ結婚するということはね。まあそうなんちゃいますか。あ、そうですか、うんうん、仕方ない。その辺がね、できない。あ、それはできない。できないんですよ。いや、すごくね、性格が良くてもね、うん、ちょっとほら、よう見たら耳クソついてたりとかする。俺は耳クソと結婚するんやないって。そんな引き入れ物はいらない。
なんで息でもない。いや、息でもない。そんなとこないとかな。そうですか。ちょっとね、考えたいと思います。そうですか。今真剣に探してるわけ。もちろん探してますよ。何やねん。お前らのそのなんかムカつくねん。なんかね、出会いがないじゃないですか、結構こんな仕事してるとね。まあそれはありますけど、40ぐらいのね、あの女の人が僕は理想なんですよ。大変せや。なんでですか。なんでですかって、お前低ければ低いほどええやんけ、歳は。何てめてめて。なかなかいきますか。人間それぞれ価値観が違っていますね、うん、次の3つやっちゃいけない順に並べてください。はいはいはい、不倫、薬、売春。さあ浜田さん。それは薬ですよ。おお、さすがに不倫とは言わないですね。なるほどね。いや、それは薬でしょ。うん、それはなぜ悪い。忠告というか、そんなことしてたら体壊すよ、うん、ダメになるよっていう意味ではさ、うん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 、売春は別に構わへんがな。構わへんことはないけども。俺はね、それは俺も賛成やね、うん。売春があかんっていうことはね、うん、まああかんけど。あかんけどな。それでもね、ほんならどっからどこまで売春やねんって、これ難しいね。うん、そう。うちのおかんでもあれ売春やねん。親父から金もうて飯食うとんねやからね。ほんでうわーって刺しとんねやから。ごめん。一番の悪は何なんですか。いや、とりあえず薬ですよ。あ、薬、はい、うん、でその次が売春。売春ね、もう。ちょっと待ってくれ。お前辻褄おてへんやん。何がやねん。不倫は別にいいんですか。いや、ええとは言うてないから。うん、あなたも大体そうでしょうが。まあ全部悪いといえば全部悪いんですけどね、うん、でも僕はやっぱ一番悪いのは不倫かなと思うんですけど。まあほんま思ってないやんけ、そんな。いやいや、僕はね、だからさっきの話になりますけど、結婚をなぜ31までしなかったかっていうと、一、うん、人の人に絞れなかったから、うん、逆に言えば結婚した暁には絶対に浮気はしませんよというだけの腹積もりができてから結婚しようと思ってるわけです。だから不倫というのは考えられないし、不倫をしているのが相方だというのが辛いんです。泣くなよ。私の家の近くのお店でバルさん使用中と書かれた札を1年間かけたままにしているのがあります。店の中では何が起こっているのか。夜逃げですよ、夜逃げ。まさに煙に巻いてるわけですね。うまいですね。なんでそんな人。なんだ、しめしめなんだ。あなた家帰ってな、やっぱりまっちゃんすごいだって言って3人に言わないかんね。違うんですかね。違います、ね、あのね、昔と違ってね、今のバルさんはかなり効くようにはなってるんですよ。あ、そうですか。普通のゴキブリなら、うん、まあ死ぬんでしょうけどね、うん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 、キングオブゴキブリっていうのはやっぱいるわけです。そんなやつがおるんですか。ゴキブリの中のゴキブリみたいな。男の中の男みたいな。そうなんです。大きさは3メーター半ある。そんなゴキブリやないやん。で1年間ぐらい抱いて、やっとちょっと、ああ、なんか頭になってきた。見たことないでしょ。何をですか。そのキングオブゴキブリ。よいしょ。何なの。あるから言うてるんじゃないですか。どこで。もちろん台所ですよ。ほんばーっと言ったらもう、あんや。なんやってゴキブリが言うてる。言われたんです、うん、で、あの醤油を取ってきてって言われたんですけど、あーガッ、あ、そいつはかい。渡してくれたのがキングオブゴキ。松本さんの七曲り町時代のニックネームを教えてください。
教えたれ。信じてへんもん。当たり前やろ。あれ多分昭和47、8年でしょ、太陽にほえろって始まった。あ、そうですよね。ね、いや、あれはドラマの世界ですから、うん、あなただからあのドラマの中で言ったらいつぐらいの時に七割一緒におったわけ。あのね、これね、もうやかましいわ。なんやねん、突如としてくるな。当たり前のように今あのねー言うから、スコッチとちょうど入れ替わりぐらい。入れ替わりってお前これドラマや言うたんやから。そんなもん買いだったんじゃ。これが松本流。まあそれはええねんけども、スコッチと入れ替わったわけや。ちょうどスコッチと入れ替わりました。何刑事やったの。何がありました。なんていうニックネームやった。ああ、これやねんね、もうこれ言いたくないんですよね。めちゃボイン。男や。かなり揺れてたんですよ。太ってたんか。太ってたっていうか。タラン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 パラパーンってすごい。あれって言われたんですよ、山さんに。うん、山さん軽いな。山さんが、うん、あれお前めちゃボインだな。うん、そうですか。で、そうですかって言って、ほんならもうボスがすぐ戻ってきましてね、うん、でよし、お前は今日からメジャーボインだ。最後がひどかったですね、死に方がね。あ、殉職した。殉職もちろんしまして。あ、嘘やん、はいはいはい、どんな死に方やったの。めちゃくちゃ悪いやつにね、うん、もうむちゃくちゃ揉まれたんですよ。メジャーボインを5、6人のチンピラたちに回されたの。痛い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 ってなって、取引の場所に俺が一人着いたんですよ。潜入したわけ。潜入したわけですよ。で、早押せな、みんな待ってる時間もなかったんですよ。もう取引終わりかけてました。なるほど。で、待てって言ったんですよ、めちゃボインが。うん、みんなもうプルルルルルンってなってますから、なんだこの野郎、リーチじゃねえかって言われた。やめてください、やめてください。もうそのファンファン、いや、なんで死ぬねん、なんで死ぬねん、なんで死ぬねん。あれですよ、今日はやっぱ俺って偉いなと思ったんですよね。何やん、いやいや、自画自賛好きやもんな。いやいや、自分ここも普通でしょ、別に何も変わらずいつものなんかダンディーな松本でしょ。これね、もうあんまこういうこと言いたくないんですけどね、ほんま言うやんかったやん。あばらが折れてるんですよ。折れてない折れてない。病院も行ってないのに折れてるんですよ。医者の診断で言われたやったら、私も自分がちょっと痛い、あばら折れてる。じゃあばら折れてんねんって、ほんまに折れてないって。医者に折れてるっちゅうねん。折れてたらそんな動かれへんって自分で言うてたやん。いやいや、だから今コルセットしてんのって。それはただ単にこうできたやつ貼っただけ。いや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 、折れてるって。誰が言うたん。分かるもん自分で。だから折れてたらそんな動かれへんって自分で言うてんさっき。じゃあこうね、一本ずつ触った時にもう音が違うのよ。すごい低い音が一個あるの。木琴やないやじゃあほんまに折れてんねんって。っていうのは折れてん。分かりました。あ、なんで。っていうのはなんで横分け松本横分けがあばら折れたのかっていう。横分けちゃう。説明をしましょう。これを聞かないと君たちは何が折れたんか分からない。なんか お前しつこいの、折れてない言ってたやん。体触んなってほんまに痛いの。なんで折れたか説明しましょう。あのね、おとついですよ。あー、ええわもう。ごっつやってた時に、板尾がな、ショートコントしてた、はい、あ、お前折れんかったもんな、現場にな、うん、でショートコントやってる時に俺テーブルこう座ってこう見てたんですけど、モニターで普通こう見るんですけど、はい、見えにくかったんよ、うん、でパイプ椅子があったから、うん、その上に乗って、うん、モニターを見ようとしたら、はい、パイプ椅子ってこうなるでしょ、畳むと、ね、後ろに体重かけるとね。そうそうそう、で足がこうなってね、うん、そのまま後ろによ、立ったパイプ椅子の上に立った状態でボーデーン倒れたら、後ろに鉄の杭があって。ほんまやで。
クイってお前刺さっとるやないか、クイは横にこういうのでしょうが、鉄の。いやまあせやけど鉄の鉄板があって、うん、そこに思いっきりぶつかったんよ。でな、これバラエティの辛いとこでな、もしあんなドラマやったらもうみんなバッて止めてね、はいはい、大丈夫ですか大丈夫ですかってみんなバー集まってるんや、はいはい、わっしょなんでやポケたちなんでわっしょそれそれやめよならないですよなれへんねんあいつらはな呼吸もできるなんて一瞬しばらく呼吸困難になったんですよ、はいはい、それでももうカメラわー巻いてもう笑いながら撮ってんねん俺もうそれがバラエティーしゃあないからもう嘘つけーって言うとやらないしゃあないじゃん元気やん折れてないやんいや これほんまきついのよまあだ打撲ですよ打撲では済んでないと思うななんでやねんな寝られへんねんね痛ってだからそれは打撲ですよだって何よりも折れてるあばらがもうええわ突き出てるんですよおいもうええわってそういうこと言ういやもう嘘ついたれって突き出てるんですそれえらいこっちゃないや突き出てないけどもうまず突き出てるんですどっちやねんどっちやねん突き出てるようなもんなんですよ突き出るに決まってるんですいや決まってる今からかい何かねあれですよすごいなと思ったのはね、うん、こう倒れる瞬間でしょこれ0コンマ何秒いやまあ秒数はまあええとしてもまあ早いわ早いやろ、うん、全然早ないで本人にしたら俺ほんまにねこう倒れる瞬間あ終わったと思ってまたいやほんまずっと倒れる瞬間いろんなこと考えんねん、うん、いや俺このままこう落ちて頭打って多分意識不明になってこのまま病院に運ばれるんやろうなぐらいは考えんねんそんな考えれんの考えるんですよあ修学旅行楽しかったなそれはうせえ嘘ついたやろ今嘘やろちょーいやほんまにねチョップは嘘やけどねいやほんまや今チョップしてチョップしたのはこれ嘘やけどいやしたほんまねむずいなじゃあ俺ね多分ね全治自分ではね全治これマジ冗談だけどね1ヶ月と見てますそんなかかるわけないやないやかかる昨日の今日でそこまで来てんのにやないやだから今コルセットしてるんですよいやしたらええがんぞ本来医者行ってコルセットはめてもらわなあかんその辺でこうできたやつはめてどうすんねんなんでやねん医者行けよなとりあえずハゲもらなんでハゲてきたんかな簡単に乗りやがってほんまハガキ行きましょう熱いわあなたの今の状況に合ってるんじゃないですかなんですか松本さんは辛い時や悲しい時いつもどんなことしてるんですか辛い時悲しい、うん、まあ今こう痛いからちょっと辛いは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 いそういう時はどういうことをしてるんですか辛い時ああ僕はね大体ブライダルというかねブライダルまだ意味分かって言ってるブライダルですよだから家にそのまだまだもちろん一回も使ってないんですけどそのウェディングドレスとか一回も使ってへんってお前いつ使わねんそれをこう出してこうやってまだ言うてるのかねえ回ってみたりとかしてねでああ早くみたいなねかっこいいなんかしてそうや思われるでお前これだほんまねちょっとおかしいってマジで思われてるみたいでいやそれはもううん、うん、でセックスでも、うん、なんか変なことしてるするって思われてる感があるんですよいやそれは思ってますよいや俺至って普通ですからねもう例に始まり例に終わるんですよまあ靴下履いたままするぐらいですよまあちょっとおかしいなんでいや僕すっぱだかですけど靴下は大体履いてるこれはもうマジなんですけどここまで脱いで靴下脱ぎゃええやんその間ももう待たしたく女人を待たしたくないじゃないですかあ、青やこいつ女人青や、うん、そんなもんこれ脱ぐ時間ぐらい一緒やないかずっと待っとんのやったらよああそれとねやっぱり自分の中であるわけですよ、うん、俺は全てをお前に捧げたわけじゃないではミステリアスいやいや靴下履いてるだけやろ
か意味はないんですけど、俺また白い靴下の相手は履かしとったままやってんのかなって。ああ、それはね、あのもちろんそうなんだよ。もちろんそうなんだよ、チロリン。誰がチロリン。なんでチロリン。のみの寿命はどのぐらいなんでしょうか。のみの寿命知らんよ。めちゃくちゃ早いですよ。ピョーンって飛ぶでしょ。空中で死んでます。飛んでいってるやん。なんで飛んで死ななあかんの。飛んでる時はちゃんと着地するつもりですよ、うん、もちろんのみにそりゃそうや、あっこまで行きたいなって思って、うん、のみは、うん、よっしゃ行くでーって言って、うん、のみはあっこまでイエーイって飛ぶわけあかん、気分が空中でね、あかん、なんか気分が悪くなって思うねん、眠たい眠たい、なんで眠たいあかん、あかん、なんやろ、寒いとか。ダウンタウンのテーマはありますか。どういう曲ですか。ダウンタウンのテーマはないですよ。あるわ、アホ。誰が作ったの。俺、俺。教えてよ。いやん、いやん。そこはダメなんのよ。ああ、ああ。からまず。そっからちょっと沖縄民謡入る。なんで全然関係ないよ俺ら沖縄民謡。いやんいやん、そこはダメなんの、パンパ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 ンパパンパンパ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 パン。あ、ガキのか。ガキの。ああ、オープニングいつもありますよね。はい、レディースエンジェントルマン。だら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 。あれやめて。あれやめて。いやん、いやん。そこはダメなのよ。え、はいどうもーちゃんと最後まで聞かせてや、それやったら。バン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 ダメなのよ。いやん、そこは、そこはダメなのよ。もっとテンポありゃええけど、天守は終わってからやで、お前客全部返してからお前ももう上で着替えてるやろ、その時俺一人でマイクでレコーディングしたんやからな、マニアレコーディングやもん、どんだけ恥ずかしいか顔赤なのよ、しゃあない来世それで出よう言うたんやからこれいいですね、まあ、一応飽きるまではこれでいきましょう、いや、やっぱりさすが小室さんですよね、なんでやろあ、ほんあの人が金かかるのにそんなもう、ね、まだね、ちょっとね、あんま笑えないんですよ、まあ、打撲はね、やっぱりこうだいぶ来ますからね、折れてる言うてんだ、そんな嘘ついたってしゃあないないか、なんでお前は俺の肋骨を認めへんねや折れてない、お前がなんで俺の肋骨を折れてないようにしたいのかが俺は分からん、いやいやいや、お前が俺の肋骨なら分かるよ俺は折れてへんっていう気持ちは分かるよ、お前俺の肋骨じゃないもん、いやいやでも折れてんねん、いやもうむしろ取れてんねん、いや取れてた取れてたらあかんない、下に落ちてんねんいやもう中であ、この辺にあんのほんまに折れてない、大丈夫そうですか、何ですか、あれが所属番付出ましてね、あ、出ましたね、2位やろ俺、2位やなあ、2位が、あ、なんかあんのかすごいな、見て1位三田佳子なんですよ、ただだからここに出てないやつが山ほどおるやないかい、
なあ、これな、まずな、これバッバッて見てな、あの目につくのは矢沢永吉。いないです。なんで？あのおっさんめちゃめちゃ儲けてんで。あのバスタオルだけでもどんだけか。いや、ほんまにほんまに、あのさ、グッズがすごいねんて。まあ、グッズがね。どうしてんねや。なんで身のもんたか。これはあれやんか、痩せたからや。またあれやで、お前そんなこと言うたって、もう言うとくけど、俺は本だけのことやから、もう来年はもうランク外やからね。ただお前は時代を起こせよ、ムーブメント。タイトル間違ってるやん。時には起こせよ、ムーブメント。そう、時には起こせよ、ムーブメント。そのあれがムーブメント。来年は、来年は、お前なんかいっぱいあるやんか、あと、なあ、あの CD も未だに売れてるし、ほんでお前こそーと大阪でカレーせんべい売ってるしやな。な、人を汚れんじゃん。お前も一緒やないか、なんで俺だけに言うねん。やらしいな、お前。絶対取れよ来年。体打ってでも。あの自慢の体打ってでもお前。誰が買うてくれんの。もっといろんなあの。もっと商売とかしたら。今俺にカレーせんべい買ってる言ってるみたいな。あのな、そんなな、あのそういう姑息な商売じゃなくて、ほんまちゃんとしたあの CM 売ってやんねん。ジュースだしね、缶ジュース。めっめちゃくちゃまずい。もう CM でもまずー、体にも悪いよーって。ここまでやられたら買いたなるって。でも体に悪かったらいかへんの。体に悪いのはあかんけど、うん、そういうダンダンジュースを売れ、そこまでまずかったら絶対興味あるって、一回は帰ってみたいっていう気になるってな。でも一回飲んだら終わりになるやん。いやマジで、いやだってお前一回でもお前一人一本こうだって1億何千本やで、お前1億何千本も売れるジュースないんやから。しかも息が長い方がええやないかい。息長いよ。長ないやん。違う、お前アホやな。めちゃくちゃまずいけど、もっぺん飲みたなるような成分が。どうやって作んねん、それ成分が入ってんねん。もっぺん後から後から言うな、そんなこと。なんかまだ飲みたい。最初は一発勝負みたいな言い方してんねん。飲みたなんねん、それ。そういう成分を入れとくねん、ファーっとするような成分。めっちゃくちゃまずい、もう。めっちゃくちゃまずいねん。でポンって開けて当たりってやったらもう一本やねん。いらんな。いや当たりはおもろいけど。それちょっとガキから作れんか、ガキの使いジュース。会社がないっちゅうねん、そんな臭いの作ってくれる。いや俺作る、俺調合するわ。お前調合したって大量生産できへんやんけ。できるよそんなもん。こんな鍋で作ったらいけんもん。いやだから、ほなお前カンカンにこうやって一個一個バッて入れていくんだ。そうや。アホー。1200円。その辺のグッズより高いやんけ。あの缶の横に見える見えるの窓もある。へれへんって飲めへんねやから。あとどんだけ残ってんの。いやだからいらんさ。紐通せるように穴開いてんの。パコーン。それやったらまあそれは使うかもわからない。そんなんええけど、ちょっとマジで考えへん。絶対売れるから。お前 CM せよ、でも二人で。ダウンタウンジュースやねんから。いや、そんなまっちゃんジュースにしよ。まっちゃんジュースとハマちゃんジュース。いや、なんでやん。それで味変えたね。どっちもまずいんやろ。お前カレー味。分かってんねん。あんねん味。カレー味なんや。商売せな、儲かれへんで。ブルセラする、ダウンタウンの。ダウンタウンのブルセラってどういうこと。じゃあ俺いっぱいパンツ買うてくるから。もうお前履いてんねん。それは乗るわ。ブルセラビデオ撮ろうか。
誰がどうすんの。いやいや、俺とお前の絡みやん。絶対や。マジでやってんねん。汗ガーッおもろそうやな、それ。負けへんで。いや、お前汗かいてやろ。汗かいてやろ。裏見てよ。そんなんやったやつおれへんやろ。俺怒らしてや。じゃないと嫌やねん。なんもなんでも掘られんのはちょっと気分悪い。俺掘られる方掘らせよ。なまあなだけどお前のこケツに入っていたら俺ちょっとパニックなるな。パニックなる。まっちゃん、はまちゃんは女の涙に騙されたことはありますか。僕は絶対ないです。騙されたってどういうこと。まず女が泣いても俺ほっとくもん。ああ、なるほど。うん、うん、もうね、女が泣いた時にね、図念して、図してどんどん図に乗って泣くでしょ。なに泣いとんねん、アホかって言ってほっとくんですよ、はい、それでも泣き止まへんようやったら、俺がもっと泣く。お前が泣いて何解決するの。なんや、私の泣きなんて大したことないわって思わすぐらい、俺が泣く。ワンワン泣く。俺がワンワン泣く。絶対俺こんなもんに騙されませんもん。あなた殴ったりとかするんですか。なあ、それはないなあ。女はな殴らないです。え、それなんでですの。なんか持ってるんですか自分で。女は殴れへん。女は殴らない。男は殴ります。どうなんですか、あなた女の涙。いや、騙されたことはないですよ僕。そのムカついたら殴ったりしますからね。お前はまた出た、出たよ。出たよ。またここで野生みハマちゃんの。ゼロモンをこうだって。逆やわね、殴んのっていうことですよ、みんなそれやったら。俺は殴るよね。一回目ですか。あ、昔。ほらほらほら。なんか鼻折ったとかいうのあったんじゃん。お前。出たよ。松本のファン減らし減らしてる。自分を上げるだけでは飽き足らず、俺を下げることによりさらにその差額分を分けるわからんことない。絶対ない。なんで女の鼻折らなあかんねん。ない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 。下駄で頭殴ったことある。最悪や。下駄ってお前どこで殴ったの。俺らの夏場下駄履いてたんや。なんでやん。いや、まあ天野中村雅俊言われてたから、ね、あの知らんねえな。下駄っていうかほら一時流行ったでしょ。便下駄。便下駄かいな。便所のサンダルみたいな下駄あるやん。それであの殴りましたよ頭。カーンカーン言いましたよ。あかんわ。いや、それはちゃん、それはあの向こうがそうしてくれっていう感じ。そこの世界に便下駄で殴って。でもしゃあなしにやったんですよ。変な霊がついてたからね。それはしゃあない。しゃあない。出ていけっていう。ええことしたくない。この間ほら、ゴッツ撮ってる時に来たでしょ、はい、和田明夫が。明夫来ましたね。で、なんか言い残して帰ったでしょ。はいはいはい。まだ電話してこい。まだ電話するからって言って帰っていったでしょ。はいはいはい、あんなもん、まあ、いや、社交辞令や思うがな、はいはい。夜変わってきたよ。らしいね。もういきなりやん。ゴッツ終わって俺メッセージ聞いたよ。まあ、会いたいね。話もあるねって入ってるんですよ。もうないっちゅうてんのに。話しかみたいやな。そうやねん。ほんでもう2時間ぐらいほっといたったんや、うん、
ません。1時ぐらいにしたったらもう多分もうね、うん、大丈夫やろ、はいはい、1時ぐらいに今終わったとか言ってあの嘘ついて電話したんですけど1時なんてあのさ宴の真っ最中やからそれでな俺なあの日にな、うん、あの目的が分かってん。何の？なんで酒も飲まれへん俺をあんなに頑強に誘うのかっていうのが分かったんですよ。嘘、うんうん、どうもね、うん、過去の点俺をやろうとしてる怖っ。結構ねもうグイグイ来るんですよ。あそう、もう結構触ってきてる。もうそらもう触ってきますわね嘘つけ怒られるぞもう怖ってな。ほんまやで、かっこええやん、なんか白つくやん。何が何が？和田にやられた男でもそれでね、もしあの写真とか撮られたらよ、うん、すごいことでしょう和田アキ子、松本、3日やでよお前ちょっとなんかこんな感じで撮られてるんだよ怖いでお前、なあんな太いのね、入れへんお前入れられる方かよあ、ちゃうの？そこは入れようや俺が、あそれはないわ。そこは入れようや。いや、それはもうほんま、ごめんなさいですよいやいや、もうほんまないですよ。これはもう、そうしようや、お前立てへんかったら殴られるで、立てへんかったら殴られるよ。舐めてんのかって。舐めとんのかお前。立てへんかったらな、立てって言われるこれで殴られるわまず立て、まず立てって言われるわお前が立てって言われるわお、まあ、裸みたいわ。うわ、みたいな、ね、ちょっとごめん、ティッシュ持ってきて、もうほんまに浜田も誘いたいんやと。でもまああいつには家庭があるから、あんまな、そのあんまり、あんまり誘われへんねんなって言ったんでね。もうあの時ほど俺はほんまに結婚しようと思ったもんそれ逃れるためにやつのあの組織から逃れるんだよね。俺結婚するしかないんやな。組織って読んでやったっけ絶対そ、ごめんな、絶対そんなんだけど避けたいよな。いや、もう俺にはどうすることもできない。でも僕は本当にみんな多分それ待ってると思うわ。やられましたよ法廷で戦うと思います。そうだ告訴する告訴しますよ。それはもううんこ出てしゃあない。だからやられる方かえやれって。できないっすもん。そ添え木がいるもんり割り箸いるもん肋骨取れてる言うてんの。取れてないすごいなお前は。今のでカラーンとここ落ちた。落ちてない、落ちてない。出てへんが、出てへんが、出てへんが、中に出てへんがな。何もズボンちゃうやろ。中に、足の中に落ちたんやん。あれ知ってる、新しく入ってきたマネージャー。え、あれ芥川やろ。芥川、うん、あれかなりここクラッシュしてるらしいな。かなりかなりのもんらしいな、うん、ほんで今田東野についてんやろ。そう、俺もう聞いて笑ったで。今田がな、うん、昼は今日はカレーにするわって言うたの。なはい、わかりましたって言って、で今田が楽屋バッて来たらカレーのルーを置いたの。笑い取ってんじゃん。違うねん、マジやねん。昼はカレーにするわって、カレーのルー、カレーの箱ごとルーボンって置いたの。何のことかわからんかって言って、何やこれ腹減ったなおう、カレーはって言ったら、これです。おついおついいやいや、だから俺が何、この兵六玉が言って俺が怒って、あ、自分が言ったんかい。俺がね、うん、何やあの兵六玉って言ったら、うんうんうん、意味がわからんと、うん、彼女に電話して、うん、俺浜田さんに兵六玉って言われたんだけどちょっと辞書で調べてくれるって、ね、こう書いてあるよとかって言われて、うん、ひどいじゃないか彼女に聞くんじゃなかったですよ
なんでほんでそんな喋り方やそんな喋りやん。まあまあムカつくんでしょうけどね。向こうにしたら4年ちゃんとした大学出てんのにね、そんなお前刑務所みたいな高校出たやつに兵六黙りだったからね。ね？ね？番号で呼ばれてたようなやつ、ね、呼ばれてないわ。1526番って言われた。俺がさあ言うてたやつ。さあはええやんけ。そんなやつに言われたないってやっぱ思うじゃないですか。ね、そうですか。そりゃそうですよね。体だるいね今日。なんで？言わなあかん。理由は大体分かってんね。あ、そうなの。雪ある？いや別に言うてもいい。うん、なんでだるい？あのね、オナに3回してもうたんやって。もうしょうがないな。うん、でもな、だいぶな最近はなオナにもせんようになってんだよ。あ、毎日やってたんやな以前。毎日やってた。うん、気持ちよかった。うん、気持ちよかってん。んだ、ええやん、うん、ありがとう、うん、ありがとう、自分。よく犬が自分の尻尾を自分で追いかけてくるくる回っていますよ、はいはい、あれは何なんですか、松本さん教えてください。これはやっぱり向上心とかね。犬のですか、うん、あのランクを上げたい。犬がですか？犬自身が、うん、前へ進みたい、ワンランク上の生活を望みたいっていう現れなんですよ。でも犬関係ない。例えばギャラのランク、タレントランクもっと上がりたいとあなたは思いますね、はい、いやもうそれはまあ誰だってワンランク上、そりゃそうです、そりゃ小鳥だってもっと羽ばたきたい、もっと遠く空へ飛びたい、うんうん、思ってるわけです。そりゃそうです、まあ、もちろん犬だってそうでしょう、うん、回ろう、回りたい回りたいってやっぱ思うわけです。回って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 おっさんになりたい。何が悲しいっておっさんならなあかん。なられへんわな。ああ。俺のセリフ。アホかお前。お前見たこと。みんなねすぐ止めるんですよ。犬が回ってたらアホやこいつって言ってパッて抱き上げたりするでしょ。うん、あれ一回ほっといてごらんなさい。こうガーッ回って回って。いやー浜田君ね。ほんまやって怖いわ。小遣いやろうっていう。お金持ってる。犬から成り立てのくせにもう金持っとんの。あ、見たいなそれ。ほんまほんま。すごいって、それ一回ほっといたらほんまやって、犬は回って回っておっさんなんねんて。で写真撮ってくれるから、ね、なんで。最近はもうやることがなくてね、うん、なんか新しく面白いことないかなって今探してるんですけど。なるほど。もう昔ほらビデオ屋行ったらなんとかなったんやけども、はい、ないでしょビデオ屋もね、いまいちね。こないだちょっとたまには日本映画も見たろう思って。あ、いいことですね。腹立ってきてね、ナイトヘッドかなんかやつ。あ、ナイトヘッド、そう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 、なんでお前が言うの。豊川、そう、SC、誰やったっけ、豊川と誰やったっけ。なんでお前が言うねん。お前が聞いたからやそうそう、武田真治、たまにはね、日本映画も見たらなぁ思ってね、借りて。よりにもやって、あんたそれ借りんでも。だってビデオで好評やったでしょ。ほんで映画化されたぐらいやから絶対おもろいんや思って15分ぐらいでやめたね。あ、もう15分しか我慢できない。もうええわ思って。なんか暗いねなんだよ兄ちゃん。もっと明るくできんのかお前ら兄弟は、ポケ兄弟。兄さんダメだよ兄さん。何がやねん。そんなもんタイトル見たって暗いか明るいか分かるやん。もうちゃうやん、もう明るせえや思ってね。こっちはテンション低いから明るしょ思って借りとんのに。なるほど。ダメだよ兄さん、よどんでるよ。何がよどんもんねん。その兄さん言うてんのは誰。兄さん言うてんのは武田真治の方や。兄さんももうなんかもうそういうね。あ、そうなんや。兄さん頭が痛いよ。兄さん帰れやもう家、寝とけ家で。病気や。
日本映画わかんな。というかないのよね。ない。あっと思うのが。あっと思うのがない。うん。うん、あのあれかってそうやんけ、あの北の国からもえらいまたなんや言ったけど、腹立てへんあれ見てた。いや俺ら見たことない、ね。あ、嫌いなんや。いやだからなん全然ストーリーもクソも知らんもん俺。あそうなの。うん、俺はね複雑なんですけどね。あそう。いや そこそこ面白いんですけど。あそうなんや。ちょっとねやっぱあれもね語り口調が多いし、うん、あと暗いんですよ。父さん。よどんでるよ。嘘つけや。それは弟の方や。ホタル頭が痛いよ。嘘つけや。いやほんま。それはあれやろうけど。まあそれと同じような。低さやろ。低さなんですよ。おいでね、あれは俺基本的には好きなんですよ。基本的には好きなんですけども、うん、あの番組が腹立つのは、うん、ホタルがムカつくんですよ。そのね親父をもうちょっと思たれよと思うんですよ。もう親父がねこっちよ。まあでもそんな視聴者もう思いっきりハマってんねん。まあ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 、まあ、まあそうなんです。それが狙いやもんテレビ作ってる方が。帰れないの、帰るわけにはいかないの。その言い方がもうちょっと優しい言えよ。自分めちゃめちゃファンやなんやそれ。違うね、ゴッツ好きなんやね。ビデオ出てるしちょこちょこ見た方がいいよ。進めてるやん。じゃあね、あのねちょっとね田中邦衛がねやっぱちょっと笑ってまうんですよ。俺あれ何のやつかな、うん、ちょっと前やったやつかな、なんか山の中入っててクマ見たいてごっつい顔してちーちんとこへ走ってきた時のあの顔はおもろかった。あのおっさんねおもろいね、急に歌いだす。ちーちんよう笑えへんな。やるなら今しかねめちゃめちゃファンやん。ごっつい知ってるやん。俺それはまあ見てもええってやつ。そう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 、暗いとは言え。そう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 、うん、そうですか。もうね、ほんとダメですね、日本映画はね。ルパン三世を見に行ったんですよ。え、栗田貫一の。栗田貫一。あれあかんな。もうやっぱ栗田貫一が頭につくから。だいぶ似せてるんでしょ。だいぶ似てるんでしょ。違うの。うん、でもね、たまにやっぱり栗田貫一が出てくるんですよ。ぶっちゃけた話ね、あれがね、俺がやるべきやったと思う。違う違う違う、お前オイラルパン三世しか言えへんやん。2時間ずっとそれで引っ張る。どんな場面でもオイラルパン三世それはないやろ。言えるよ。だから銭形のとっちゃん。あ劇場で会おうぜ。言えてるよ、全然言えてるよ。それは単発やからやな。松本さんは昔パイロットだったそうですが、今だから言える失敗談を教えてください。はい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 、いやはいはいはい。僕はねあの JAL のね、34期生なんですけども。 JAL 今何年ぐらい経ってんやろうな、できて。いや34期生。34期生何年ぐらいやりはったんですか。ね、僕はもう短かったんですね。半年ぐらいで。なんで乗るようになってからはね。なんでお前一生懸命訓練終わってやっと乗れるようになって半年でやめんねん。僕はね、そういう性格なんですよ、昔から。例えば、好きな女性が現れて、その人を落とした時点で僕とその人の恋は終わってしまうからね。こういうとこだけなんで静かになってしまう。僕には、兄さん、僕わからない。頭が痛いよ、兄さん。もうええわ。何でかいの操縦してたんですか。でかいのもちろんですよ。それジャンボですよ。セブン2セブンです。古いでお前。セブン2セブンやろ。俺は小学校やで。セブン2セブン。お前が小学校ぐらいの時。お前がやれるやん。いや何笑ってんの。こういうとこが面白いんだね。俺らは小学校やセブン2セブンは。お前知らんやんけ、具体的な機種を言うたって。いや言うてくださいよ。あ、A2 映画だけっていうやつ。A ばっかりね。A2 映画だけって。あ、そうなんですか。ええ
それだけすごい飛行機です。主にどっからどこ飛んでました？伊丹空港からね。はいはい。大阪のね。そう、僕、大阪国際空港です。伊丹空港。伊丹空港から。伊丹空港からだいたいルパング島とか、あの辺に向かって飛んでました。もうちょっとなんか、ちゃんとしたとこ行こうや。ルパング島なんか行ってたんですか？だからルパング島に直接行ってへんがな。ルパング島なんかに直接行くやつおるかよ。ルパング島経由してどこへ行くんですか？ルパング島経由で行ってたって言って。どこへ経由してどこへ行くんですか？そんなことはお前になんで言わない？なんで？何がやねんお前。え、国際プライベートな部分やろ。お前の仕事やねん。国際線やったんですか？国内線ですよ。どっちやねん。国外線ですよ。国際線でしょ。国際線ですよ。国外線って何やねん。国際線、国際線、伊丹空港から、伊丹空港からバーン出ましたね。バーン出ましたね。さあどこ行きましょう？ルパング島ですよ、とりあえず。わかりました。ルパング島着きました。着けへん言うてんねん。ルパング島経由やってんの。お前話聞いてんのか。経由言うことは一回行くじゃないかい。着けへん言うねん。それルパング島の上を上空を通ってから行くんですよ。そんなんなんで意味ない飛行をするんですか？ルパング島で一回その物資をあれするわけですよ。なんだ止まんねやけ。あ、そんな止まるかいな。ルパング島止まっとんねやないか一回。あ着陸するっていうことでお前は言うてんのか。あ、それなら止まりますよ。俺はそのルパング島でその止まるんかな。誰が止まるん。止まるやろ。なんで痛み出てルパング島で一回寝ないかんの。あ、いや、ほな燃料積むために止まりますよ。どこ行くの。僕はその班やったからね。班とか知らん。そんなそっからどこ行くの。派閥がいろいろあるのよ。 どこ行くねん。ほなお前何派やったん。僕は磯谷派。何や、何や磯谷派。磯谷さんっていう人がおったんや。ルパング島から出たらどうなるんですか。はい、で出てでルパング島をまあ飛び立つわけですよ。はい、そこで涙の別れみたいなのがあるわけです。誰とやん。ルパング島の女の子たちとの別れとかあったら。ちょっとないでんけそんなもん。うん、まあね。でも燃料を積む代わりにルパング島の女の子に僕らが燃料を与えたりとかね。まあちょっといやらしい下の話もあるわけです。でそんなんいらんねん。さあどこ行こう。これから一旦また痛みに。いや、なんで。帰んねん。そんなことしてるうちにもうなんかアホらしくなってきてね。パイロットというもんがね。パイロット。乗客乗して十何時間飛んだことはないわけ。ありますあります。うん、ハイジャックされたこともあります。そういえば。そういえばってそんな大事なこと。そういえば今思い出したけど。そんなアホな話あるかよ。一番先言わなかったこと。ハイジャックっていうこともありましたね。ハイジャックされた。はい。ほんなら、え、すいません。あ、何や、出てきたんかいな。うん、すいません。うん、この飛行機はジャックした。そう。うん、なんでこれでもう俺もすぐに機長としてのことをやらないといけない。そらそら。なんですのって言われた。いや、ジャックした言うてるやん。何がですもんって何も言ってない。腹黒いのはどっちですか。ああ、これ俺かお前かってことでしょ。そういうことですよね。人間っていうのは何重層にもなってますね、大体。うんうん、いい人と思ってもその一枚下をめくると悪い人だ。ああ、はいはい。でもこれで悪い人かと思うともう一枚めくれたり、何枚めくれるかわからん。どれがほんまやねん。どこが最後がわからないっていうところは確かにあるんですよ。でも何枚めくっても嫌な感じっていうのはオタクですやんか。基本的に。何が基本的に。例えば金に汚いじゃないですか。いや、そんなことないですよ。いや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 、いや、もうそれはもう認めようや。いや、静かなトーンで言うの。ほんなら言わせてもらうけれども、はい、お前はその H ジャングルとかいう名前を持っとるらしいけれども、あれの収入売れた半分をなぜ俺に渡す。それはお前のが汚いんちゃうんか。なんでや。
ってしゃあないやねんか、それは。あ違うで、お前の儲けを半分この M ジャングルにくれって言う。誰が M ジャングル、いつから M ジャングル。いや俺じゃないや、それはお前もう発売前に話してるから、小室さんやから。それは違うかな、それは儲けの何パーかを小室哲哉で、半分何パーかを H ジャングルでしょ。その H ジャングルの半分を M ジャングルへくださいなって言うてる。だからプブビル何やそれ。可愛いことってる。松本さんは聞くところによると命知らずだそうですが、今までで一番危なかったこととは何ですか、ね、命知らずなんですか。まず怖いと思ったことがほとんどないね。で俺の口から怖いっていう言葉ってまず出へんでしょ。いや今日のオープニング怖ーい。あれは何、それまた違う意味の怖さですよ。まあね、僕は今まで一番やばいなと思ったのはあのゴリラにしばかれた時ですよ。どこ、いやもうこの辺ですよ。バーンやられてます。お前どこにおったん。あの野球してたんですよ。どこでやグランドで、グランドでどこでやん。あの天ヶ崎のグランドで。うんうん、俺そんな話初めて聞くな。あほんなら聞いて。カーン、まあまあホームランバッターやからね、もともとが。はいはい、ね、視神経がもうホームランバッターで来てるから。アホか。もうええやんけ。カーン打つわね、そらもう。ガシャン、あのガラス割ってしまったんですよ。おお。でまあそれとりあえず謝りに行かなあかんということで、うん、まあ行ったんですけど、うん、なもう行った先がもうゴリラやったからね。がゴリラやった。おっちゃんとゴリラの2人らしい。あ、家は、ね、おっちゃんの横にゴリラおったんや。こんなもんお前どうしてくれんねん、この間、ま、この間も割られたばっかりやとか言われて、ああもうずっともうゴリラはもうこうしてますからね。ヤンキー入ってるな。ずっとこんなんやだからね、うん、うん、でいやどうもっていう感じで、うん、こうボソボソっとしてたんですよね、うん、僕もまあまだまだ子供でしたからね、うん、ほんならもうゴリラがもうおっさんガーッ抜けて前に出てきたね、うん、でなんで謝れへんねん。でなんで。え、喋ったの。で、おっさんが言うたわけ。ああ。ああ、びっくりした。おっさんが言うたんです。はいはい、うん、で、おっさんがそのなんで謝れへんねん、うん、って言うたら、うん、おい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 それはおっさん、おっさん。ああ、おっさん、おっさん、何や、いろいろ喋るな。うん、おいって言うわけですよ。いや謝れへんねんって、まあ確かにあれですけど、まあ、ほんなら弁償はさせてもらいますって言ったら、うんうんうん、もうガー弁償したらすげえ。それなるんだ。おっさん、おっさん。あ、おっさんかい。何回も出てくるんだな。そんな意味なんや、おっさんの前にゴリラは入ろうかよ。避けられても入ってんねんな。ほんならバーンと横にあったなんか石か机かなんかわからんけど、バーン。おう、ゴリラ舐めとんのか。ゴリラ、おっさん、おっさんは、うん、弁償せ、うん、これゴリラですけどね。え。あんまりあっさりしてたから。あ、それがゴリラなの。これがゴリラなの。初めてゴリラ喋ったわ。あんま怒った口調じゃないよな。弁償せ。これがゴリラ。ね、うん、まあおっちゃんもな、お前驚きはなかったやん、ゴリラが喋ったっていうことに関して、うん、あ、それは不思議となかったね。がむしゃらやったからあの時でな、あのそんなもんなおかしいやろと、はい、ね、うん、なんで弁償したら済むいう問題やない、おい、これお前怪我しとんねんとこう言ったわけですよ。
急やな、また。そうそうそう、こ、う、の、ん、ゴリラですけどね。えわし怪我してんねん。で、とりあえずバー来て、あら怖いわ。こんな高いんやろ。高いですよ。バーン。こういうの折れてますよね。いや、おっさんがやられたんです。え我がと一緒に住んでるんじゃないんですか。これぐらいの破壊力持っとんねん。見せしめで、おっさんが言うたんですけど、ね、え もう不思議な一日やったね。お前別に殴られてない。僕は17歳の男子ですけど、身長が浜田さんと同じ155センチしかある。それでええわ、もう。これからどうしたら松本さんのように2メートルを超す大男になる。教えてあげて、2メートルを超す。このダンタンっていうのはね、言い換えればデコボココンビ。すごいじゃないですか、この辺はもう。そんなセントルイスを超えたじゃないですか、コンビと。コンビの身長差では。なんで俺が顔触れんの。2メートル顔触れるよ、別に。お前こうやってないよ、こうやってない、うん、だからみんな間違ってるんですよ。測り方がね。あ、測り方が、測り方が間違ってる。え、なんで今の本当の身長の測り方で言うと、僕なんて170ちょいあるかないかですよ、うん、この30センチはなんやねんと君らは思っとるわけや。それは当然そうです、うんうんうん。でもね、この30センチはもうこの際どうでもいいんですよ。なんでどうでもええねん。いや、もうええわ。30センチはほんならなんやって言うてんねんな。そうですよ。これは真心ですよ。だから僕は真心が30センチございます。ね、青や、青がおる。わかる？お前には真心がないから惹かれてしまうんですよ。みんな持ってるんですか。みんな持ってますよ。真心は何センチってみんな決まってるんですか。いや、それはその人によって違いますよ、うん、僕の場合の真心は30センチ。あ、ふっくらご飯を食べさせた。慌てんで。ふっくらご飯を食べさせたい。だから何やねん。さ、食べさせよ。さ、言うてみよう。え。ふっくらご飯を食べさせたいっていうのは真心なんですか。当たり前じゃないですか。ふっくらご飯を食べさせたいっていつも思ってるわけですよ。お前と喋ってる時でも、喋ってる。慌てるなんてね。お前と喋ってる時でもふっくらご飯を食べさせたいって思ってましたよ。俺に、はい、見えへんかもしれんけど、俺はほんならそんなこと今までお前に対して思ってなかったわ。喋っててお前にふっくらご飯を食べさせたいなんか、ああ、これこっちも思ってなかったわ。それわかんのか。だから155やかましい。お前って、お前やってマジやがな。あ、そういうことか。当たり前ですよ、それが30センチなんです。また、うーん、すごくわかりやすく言えば、僕は頭に常にジャーを乗せてるよ。気持ちの中ね。気持ちのじゃあ思ってね、気持ちの中でね、はいはい、いつも開ければもう湯気がふわー、もうふっくらご飯こう。ほんまこの間年取ったなと思ったんですけどね、はい、あの怖いとこう車で送ってもらってたんですよ、うん、で家の近所の手前ぐらいの時、まあ、小雨も降ってたんですけどね、はい、ちょっとまあ笑かしたろう思ってテンションも高かったんでね、うん、もうここでええわって100メートルぐらいあったんだけど、雨に打たれてちょっと考えたいこともあるし、ちょっとゆっくりぶらついていくわって言うて降りて全力疾走で走ったったんだよ、うん、受けると思うかな、うん、まあまあ受けんのは受けんねや、うん、確かに後で聞いたら車中は大爆笑やったらしい、うん、走った途端に腰グッキーって走られへんねん。気持ちは走りたいんだけど体がついていけへんねん。でもそれで止まったら笑いぶち壊しちゃうから腰がガクッとなるな。こんなんなって走ってんねん。まあそれがラッキーパンチで受けたんやけどね、はいはい、変な走り方やから。変な、でもね、やっぱりね、あかんわこんなことではな。いや、それはもう前から言うてることや。うん、ちょっとほんま考えないかんな思ってね。いや、考えてくださいよ。いや、ほんまに運動してくださいよ。
スポーツクラブとかね、うん、ほんま行かないかんなってマジで今ちょっと思ってるんですよ。そうですか。はい。夏になると怪談の季節です。うん、霊能者でもある松本さん、今まで戦った霊の中で一番すごかったのはどんなやつですか？あと霊能者。霊は感じますよ。霊能者。あ、霊能者ですよ。今まできつかったの。あのね、僕何真剣に言おうとしたんだ。いろんなとこから電話ありますよ。え、お払いしてくれとか。はいはいはい。はあ、うん。あ、そうなんですか。うん、まあ行きませんけどね。できへんからね。っていうか忙しいからね。できへんからね。いや最近は忙しい。最近は昔は何、はい、どういうことや。昔はそれはいろいろどこ言われたところどこでも行きましたよ。だからどういうものをお払いしに行くんですか。悪霊ですよ。まあまあだから一軒の家霊にあげてちょっと過去どういうものが。あれはね、群馬県に行った時でしたっけね。はい。うん、子供がえらい。ぐずっててね。腹減っとんの。まあまあそれだからすぐ解決しましたけど、ね。ミルク突っ込んだしまいやがる。そうそう、だこれちゃうで言って帰ったんですけど。気づけよ。親が悪いの。二人で掛け合いラップをしてください。できるか。あよやれラップ。でけへんってね。お前はほんま何にもできへんやつやな。すいません。あのね、お前ね、リズム感ないわ。そうですか。うん。じゃあほんの教えてください。あのな、お前な、あの歌売れて調子乗ってるか知らんけど。俺が歌った方が絶対良かったからね。このテンポがもうないの。ヘイヘイヘイでしょ。よう覚えてくれてますね。立ててよハンドでしょ。あれかも。君ね、リズム感を養わないと。わかりました。オタクはもうたっぷり持ってあるんですか。持ってますよ、もちろん。あ、そうですか。僕なんてロカビリーを日本に持って。基本的にロカビリー教えてください。ロカビリー、うん、まあね、うん、それぐらいやっぱできなあかんよ。いや、ロカビリー教えてください。まあ、こんなんですよ、基本的には。え、何の基本的にはロカビリーってね。あ、いや、教えてください。ダウンタウンで行きましょうか。は？ダウンタウンのテーマ曲をロカビリーにしましょうか。ああ、お願いします。まあ、あれも飽きてきたしね。はい。テーマ曲というのは、ネバーシリーはやってるやつでしょ。はい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 。松本さん、だロカビリー調で。あ、いいですよ。それは全然構わないですよ。ほんまですか。うん、じゃあぜひ。はい。俺と浜田のファンの。何ですか。何ですか。ロカビリー。恥ずかしないですか。全然恥ずかしない。そうですか。ああ、で一言ながら今ちょっとなんかポッとなって。あ、そうですか。いや、本人がいいんなら、まあ、全然いけます。はい。あ、まあ、続けていいですか。はい、いいです。あんまり見たくない。俺と浜田はオールナイヤ。オールナイヤ。俺と浜田はオールナイト。すごい歌詞ですよね。俺と浜田はオールナイトなんですよ。僕も入ってるんですよ。もちろん入ってます。夜もまだまだいけるでっていうことですからね。あ、はいはい、あそんな俺は69や。俺と浜田はオールナイト。そんな俺はシックスナイン。シックスナイトです。あ、シックスナイト。シックスナインって言いましたよ。え、うん、それ誰とシックスナインです。あ、違う違う。そんな浜田はシックスティーンや。シックスティーン。シックスティーン。え、怖
松本さんはもうすぐ二十歳になるそうですが、二十歳になったらまず何をしますか。これはね、お前楽しみ。ちょ、待てよ。これはね、今どういうこと。お前俺と小学校の時は一緒やんけ。ああ、あん時はな。いや、あん時はなんでお前そんないろんなことできんねん。これはね、ほんま楽しみでね、思春期って言うんですか、二十歳前ですから。まだ言うわけやな。でもこれ不思議なもんで、もうちょっと実感あるかなと思ったけど、意外とないね。誰が普通のコメントせんか。松本さんは昔 OL をしていたそうです。上司のセクハラや先輩からのいじめなどがあったら教えてください。これはね、思い出すね。ちょっと待ってよ。昔 OL ってお前が19なんやろ。18から16からでも OL になれますよ、あなた。いや、そうやで。高校出てすぐに、オフィス街に出たり入ったりしてました。え、なんでやねん。続いてへんねん。いやいや、オフィス街に行ってましたからね。ああ、はい。セクハラって言ってました。それが嫌でね。誰にされるんですか。雷社長ですよ。社長でええやんか。よく怒りましたよ、僕のこと。あ、そう。ねえ、まあ、あなたは悪いからでしょ。まあ、その失敗とかしてたわけでしょ。そうそう、まあ、スカートの丈のこととか、ね、こんなんで言ってましたからね。もう出てるやん。もう出てるって OL ですから出ないんですよ。ほんなら他のなんか同期の社員とかにも、あーはーはー、松浦さんとかね。誰やねん。誰やねんって、私の同期じゃない。あ、松浦さん。はい、松浦さん。松浦さんなんやねん、なんか言われんの。同期やもん。いや、松浦さんとよくその机の下で泣きましたよ。あ、怒られてね。いや、怒られてじゃないですけど、いや、机の下やっていうことでね。机の下や。ということで、そういう理由で、今考えたらたわいもない理由だ。松本さんはかなりの遠距離恋愛をしているそうですが、相手の女の方は一体どこに住んでいるんですか。あのね、リオなんですよ。え、リオ、リオ、ブラジル。ブラジル、ブラジル。何人。インド人です。バカじゃないの。ほな、何かインド人がブラジル行ったらあかんのか。いや、あかんことないけど。俺の彼女なめんな。いやいや、なんか辻褄合えん。だからインドからブラジルの方に行ったんですよ。カレーが辛いって言って。我が国の味やんけ。しゃあない、しゃあない、辛いの。それで飛び出して行ったんですよ。もうやってられない。やってられない。辛すぎる。で、リオンに住んで、うん、まあ向こうではもう恋人もいるらしいですけど。いや、あかんやん。お前関係ありへん。何を言ってんの。松本さんがこの世に生まれてきた時の第一印象を教えてください。いやーって出てきて、まず僕はサンバさんに引き取られましたからね。はい、はい、引き取られたの。お前、生まれて間もなくなんでサンバさんに引き取られたの。いや、だからそのまま。かわいそうやな。一回ぐらい母親に抱かれるよ。いや、サンバさんに。そのままサンバさんになっていかれてどうする。いや、生まれてすぐサンバさんに引き取られましたからっていうから。サンバさんに取り上げられましたからね。あ、そういうことね。うん、うん、で、あの、僕パッと出た時にまず思ったのは、はい、2LDK やんって思った。南向きやん。それめちゃめちゃおもろいわ。うん、なるほどね。まず思ったんが、まず思ったんが、間取りがパッと見えたんが。どっから覗いてるの。いや、 1LDK かも分からへん。あ、奥にあるかも分からん。パッと見たけど見えたから、あ、 2LDK やん。第一印象。
のポーズを教えてください。こういうのはね、僕はあんま笑う。やんのかい。変身しますよ僕は。その変身のポーズをするともう全て変わってしまうんです。はい、変わります。だから僕はここで変身のポーズをするのはたやすいです。たやすいですけれども、変身のポーズをするということは変身してしまうということです。イコールそういうことですよね。はい、そういうことです、うんうん、もうこれから銀行強盗とか解決できません。は姿を見られたくないのです。あ、そうでしょ、松本が変身してんねやってバレてしまう。そうなんです。だから今度銀行強盗とかあった時に、僕がそれでバーって行った時にまっちゃんって言われたら冷めますよね。あ、そうやね。ね、うん、だから辛いんです。いやいや、ほらオンエアでは映しませんよ。僕変身する前に一回すっぱだかになります。服がビリビリになるキューティーハニーね。それから新しいパーツがピシッ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 って出てきますから。いや、だからいいじゃないですか、テレビ映しませんって。その間もう丸出しですよ。いや、それはしゃあない。あ、そうですか。おぶつとか出ますよ。だから僕演じにしたら、あ、もうちょっとやりかけたら怖い。一回ビリビリになって、ほんでブリブリってうんこ出るんですよ。お前変身するの時間かかんねんな。ああ、うんこっていうか、ほんまうんこじゃないんですよ。でも匂い形はうんこですよ。ただ何やねん。いや、これはいわば一つのヒューマンなんです。ああ、ヒーローになるために過去の汚いものを捨てるんですよ。うまいこと言うね。ほなほな、そう、向こうで変身して出てきてくる。ああ、なるほどなるほど。な、あ、それは分かるような気がするわ。いや、それは分かるわよ、それは。ああ、うん、でもね、ちょっと明るすぎるんですよ。消し消し。そんなこともできるんですか。できる。ちょっとうっすら消すことぐらいできますよ。ほら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 。つけてつけて。今日何曜日。もう水曜ですよ。ふざけんなよ、こら。お前曜日で変身してんのかよ。科目やないか。どんな感じになるのかだけ教えたって。ほんなら変身したって。あーはーはーはは、電撃防止っていう。どんな感じになるの、見た目は。アンテナがもうビーン、すっごい長い。何恐縮してんの。松本さんは占いの世界では一目置かれているそうです。はいはいはい。浜田さんの前夜は何ですか、占ってください。それはもちろん自分のコンビ、相方になる人間の前世も知らんようでは。それ自分も自分で占ったことあるの。俺はもちろん。その前は何。もちろんあります。ほな教えてください、自分と俺と。聞けへん方がいいと思うけどな。かなりヤバいからね。別にヤバないよ、ヤバかってもええやん。でも嫌やで、へこむで。へこめへん。かなり。そりゃへこむやろお前。いや、かなりへこむ。いや、へこむんちゃうかな。ええわ、教えて。だから俺は知ってたよ、お前がそうやっていうことを。何やねん。だから喋ってる時も、あいつそうなんや。ちょっと待て待て、それはあかんだよお前。それいつ分かってたんや。いや、もう結構前に分かってた。結構前に。だからガキのスタッフはみんな知ってますよ。だからお前がおれへんとこではやっぱりね、雰囲気あるよね。ええやん、もう教えといて。何ですか。今へこんでもええから教えといて。はいはいはい。あのね、これみんなびっくりせんといてね。そして、浜ちゃんファンも浜田のこと嫌いにならないで。あのね、はい、真っ赤なウインナーやったんです。かなりへこむな。かなりへこんだ今。真っ赤なウインナーか。興味ね。興味真っ赤なウインナーって食べんぞ。俺でも昔お前に、お前の前世ファミリアやったって言われたことあった。あ、それは前でしょ。ファミリアの前は、冷蔵庫の卵を入れるとこやったからね。
あれへこんだね。あ、これ言うとあかんかったかな。それが全体、しかそれが何個目か やってたって。ああ、それは全体全体全体。ただウインナーは連なってる3つ目ですよ。3つ目か。中途半端なとこなんですよ。まだ下に4つあるから。せやん。これはきつかったですね。ごめんな、ほんまに。お前はなんやねん、ほんま。何がですか。お前はなんやねん。俺がウインナーやったとしたら。僕らも前は、まあ、言いますけど、リーゼントだった。かっこ悪い。どこどこやんだよ、お前。なんでやねん、人様の頭の上でこうやってた。リーゼント。松本さんに質問です、はい、カラオケで自分が歌っているのに他の人が曲探しをしていて聴いてくれてない時、どうしたら自分の歌を聴いてくれるようになるんですか。これはありますね。カラオケを楽しそうにやってる現場をね、外から一歩引いてみたらね、結局歌ってるやつだけなんですよ。歌ってないやつはもう見てるからね。歌ってるから見てるから、ね、そうそうそう、あれほど悲しいもんはない。それはそうです。でもなんでかというとね、結局ね、説得力の問題なんですよ、例えば何を歌いましょう、あなた。私祈ってます。私祈ってます。何ちゅう歌うねん、お前は。こもいいよ。まあまあいいですわ。どんなんでしたっけ。体に十分。やっぱ恥ずかしいな。やろ、素やから、ね、体に十分、注意をするのよ。いや、マジで。あ、そこ念を押すんですか。念を押すんです。マジで。でももう曲は続いてますけど大丈夫。いいんです、遅れてもいいから言うんですよ。体に十分注意をするのよ。いや、マジで。お酒もちょっぴり控えめにして。いや、ほんまにほんまに、いや、ほんまにほんまに、いや、ほんまにほんまに。というか、この選曲良かったんやろ。、うん、まあ、この曲やったから良かったんやろ。爪がもう剥がれかけてるんですね。マジで。はい。うわ、ほんまや、なんで。めちゃ痛いんですよ。昨日チームファイトでなったんですよ。マジで。はい。もっと ここがないやつ履かんと。もうちょやめろや。もうこの辺に来ただけでもうすごい恐怖心がある。いや、違う違う違う。だからほんならこっちでやるわ。何、ここがあるようなやつ履いたらあかんで、ここ引っ張る。いや、それはこっちはこっちで痛いね、巻き爪で。ダブルで来てんねん、ダブルで。腰もほんでちょっと痛いね。いや、それは知らない。いや、もうダメなんですよ。それほんま気ぃつけなあかんって。いや、気ぃつけてもあかんやろ、これはもう死んでんねやから。違うやんけ、ベロッと行くでっちゅうとんねん。上にこうなってたらあかんっちゅうとんねん。分からんやっちゃうの、このボケ。わしは心配して歌ってんねやろ。俺、あの龍馬やってる時もその爪がそうなってて、ブーツここ切ってたんやもん。ここがないブーツで、ここなんかあの黒いマジック塗って。お前それ天才バカボンや。上にこうカバーがあったらあかんねんって。絶対当たってえらいことになるから。まあまあ聞いてんのか。腰痛い言うてんの。まあまあ、お前のな、もうそんな苦労話はどうでもいいんですよ。苦労話しちゃえないか。それで頑張ってたって言いたいんか知らんけども。だから上にやったらやかましわよ。もうそんなスポコンの時代やないねん。もうええわ、もう剥がれろ。剥がせ。ああ剥がれるね。これからもガンガン剥がれていきますね。ああ、もうベロベロなれ。ああ、なるなる。引っかかれ、その辺で。お前も死ねえや。なんでやん。お前が死ねえ。いやいや、ほんまにね、あのちょっと大変なんですけどね。しょうがないですよ。腰は痛いの何。うん、分からんね。疲れすぎとかそういうこと。いや、俺腰使えへんよ、あんまり。あ、なんや、もうお前なんや、マグロか。そうです、そうです。僕はマグロだ。僕はマグロです。マジで。ええ、相手もマグロですけどね。マグロ同士ですから。ただ単独って寝とるだけやろ。俺の彼女は超マグロですから。
ですよ。今のわざわざなんで腹立つねん。何が腹立つねん。いやまあまあええわ。もう、うん、でもちょっと腹立つの分かるわ。なんかもうね、もともと用意してたみたいな。また雨不足言うてますけど。雨不足やな。まあ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 、まあ、あんなんでも絶対嘘やと思えへん。水がめがもうないとかな。水がめ絶対嘘やねん。もう分かったやんねん。ええがな、別にこっちは不足してないし。まあそんなん言ったら電話かかってくんねん、なんちゅうこと言うねん言うてね。でこう切ったらええねんから。昼ぐらいやったら喋んなや。もう喋りたいやんけん。お前が死んだら、お前が死ぬやん。お前こそ内臓お前殺したるからな。左手ネットお前ほんまトランク詰めてどっか連れてったるから。野村さん、ウルトラ兄弟の末っ子の松本さんに質問です。はいはい。ウルトラの父が毎日息子たちに対して口を酸っぱく言っていた言葉とは何ですか。ああ、それはありますね。ウルトラの父っていうことは、あんたウルトラ兄弟の末っ子やったら自分の親父ってこと。親父です。親父にはよく言われました。親父は厳しい人やったからね。自分なんやったん。ウルトラマン。はもうアホみたいな顔して言われてる。ウルトラマンちゅうことないやろ。ウルトラマンは、あ、ウルトラマンカレー。しゃあないやん、そういう風につけられてる。しゃあないけど、はい、自分テレビでやってなかったな。ウルトラマンカレーか。うん、うん、なんで自分だけせえへんかった。分かりにくいもん。ウルトラマンカレー言うたもう俺はええわって言われた。いや、もちろん局の人は来たよ。いっつもあの手この手で。まあええわ、末っ子で。僕は筆箱で変身するんですけどね。あ、そうなん。はい、アホみたいな顔すんなって。筆箱でどうやって変身。いや、筆箱開けたら変身。うわって言うたら、うわっ言うたら変身する。うわっ、芯折れてるって言うたらもう変身。ややこしいでしょ、わけ分かれへんから。テレビ的やないねって名前忘れたけどね、当時のその D に言われたんですよ。テレビじゃないよね、カレー君は、とか言って。悲しいわよ、思ってね。もう出るか、思って。それネタ見せみたいやんけ。まあええわ、ほんだらその親父さんにずっと言われてた。とりあえず言われたのは、何をしても、うん、お前それどこがウルトラやねんって言われました。ほうほう、何をしても、お前それどこがウルトラやねんって。例えばどこになってる。いや、俺はまたその飛ぶ時は、ええ、ねこうやでとか、はいはいはい、そういうことかなと思ってたんですけど、はい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 、違うんや。はい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 。例えばそうですね、長電話ですよ、うん、長電話こうしてるわけですよ。ほんなら、おい家でな、おい、うん、ただちゃうぞってまず言われるわけですよ。せこい親父やな、うん、ただちゃうぞ、自分で払うんかお前。おちょ待てどっかのおっさんやん。だってウルトラの親やもん。おいおい、自分で払うんかい。どこがウルトラやねん。それおかしいわ。こっちブルーなるんですよ、それ言われたら。ええ、結構切られたんやな。いや、まあ嫌われてたんかもしれんな。よー、靴隠されてたもん。そんな親父のすることちゃうやんけ。俺も必死で探すね。あれまたないわ、ウルトラで探せよって言われて。あ、意味分かれへん。さ、その意味は分かるわ、なんか。あ、もうあんたもやめとき、もう。あ、それ誰、カレーばっかりって言う。それ誰、ウルトラの母が言うんですよ。あ、おかんが、あ、私はカレーも可愛いって言う。そらせやん、おかんは言います。わしはもうカレーには面倒見てもらう気ないとか、はっきり言うからね。実は毎年24時間テレビの放送中、一人で走り続けている松本さんに質問です。オンタイムでね、実際ね。24時間テレビで赤井さんがゴールした時、彼は何と言えば日本を爆笑の渦に巻き込めたんですか。
お笑いというのはやっぱり緊張と緩和ですから、はい、あんだけガーッと緊張感持ち上げてますから、うんうんうん、あとちょっとこうくすぐってやればもうどか苦しそうでしたからね。そりゃそうです、そりゃそうです。なんぼでもありますか。そりゃなんぼでもありますよ。教えてください。 NG ワードをまずそれじゃあ言いましょう。普通こんなこと言わないですよ。うん、だから言わんで、言わんで、言わんでから言う。いや言わんでって。ねえ、ん普通はね、うん、いやだから言わんでって。いや僕はやっぱり普通と違うのは、うん、あえて面白くないのを先言うて。いやだから言わんでええんよ。いやいや言いますよ。それは僕は言いますよ。オチの前のフリやろ。これは絶対ダメですよっていうのを言わないと正解が見えてこないんですよ。わかります？わかったのな。はい、はい、NG ワードいきましょう、はいはい、NG ワード、まあ赤井さんが今帰ってきましたってこう来た時に、うん、ペペロンチーノってのはこれは絶対やったらダメです、うんうん、でもこれでもええんかも分かんない。いや俺今ねやる前に言おうと思ってウケたからって帰るなよ。あの振りがあったから。はいはいはい、はい、正解、赤井さんの正解、ペペロンチーノっていうのはダメなんでしょ。これはもう絶対ダメ、はい、正解に、うん、はい、じゃあ行こう、はい、ゴール。はい、え、ああいうのはこう走ってきてこう上がってくるんじゃないんですか。いやもうほんならそうしたいんやったらしいや、あの下から行って、はいはい、もう俺ここであの黄色い T シャツ着てるから。ここは武道館やな。はい、お前は誰やん。徳光さん。はい、わかりました。それじゃあ OK。 じゃあ赤井さん、ガキ始まって以来ですよ。トークの間客席におるの。はい、5秒前。あ、4、3、2、1。あ、今赤井さんがこの武道館に到着しました。さあ100キロの道のりを見事完走した赤井英和です。T シャツ黄色いっすね。これは、はい、これは、はい、NG かいな。これはダメ。そりゃそうやろな。びっくりした。いや本当にね、はい、王女したよ。それ誰今の。今誰になってんの。いや俺やん。俺の生声やから。あ、生、すいません。あんなもんです、完成品や思われたら。あ、いやいや、これは申し訳ない、はいはい、もうみんな謝ってすいません、うん、ほんま。もっとちゃんと謝ってすいませんでした。はい、もうええねや。松本さんちょっと足取り重いですけど大丈夫ですか。いやもう全然大丈夫ですよ、はい、さあいいですか。え、赤井さんいいですか。ちょっと待って、はい、なんかおかしなやつがいるんでね。え、俺はでけへんな。どれがずっと後ろからケツ蹴ってくるやつ。どっちやろ。あかんな、まずいな。何がまずいね。これはまずいぞ。いやだから何がまずいね。もっとええ状況でできへん。いや大丈夫。もちろんもネタは決まっとるんやけど。あ、ほんまに。ちょっと蹴らんといて。頼むで。もう言いたくて爆発しそうな。あ、ほんま。ちょっと待って。もう動画前に火はついとる。分かったから、ちょっとほんま頼むで。もうね、蹴らんといてや。もう彼女は水着に着替えとるのや。あ、お願いします。もう大丈夫ですか。はいはい、もう誰も蹴りませんから大丈夫です。はい、お願いします。あ、どうした。あ、まあ大丈夫。お腹痛いの。いや、お腹は痛いよ。お腹は痛いけども。中学生みたいなこと言うな。あ、足引っ掛けた。誰がいいな。足、転校生みたいな扱いを受けた。え、転校生みたいな扱いを受けた今。